サバディカ、トヨラクタイカ。皆さん、こんにちは。ジョン・ラクタイトでございます。今回もご覧いただきましてありがとうございます。本日は、12月の5日でございます。月曜日ですね。はい。ということで、今回はですね、2つかな。2つプラスちょこちょこ、みたいなお話をさせていただきたいと思います。まず一つはね、このね、12月5日についてお話をさせていただきたいと思います。で、もう一つはね、先ほど私、新しいカメラを買ってきました。まあ、そのカメラについてというか、まあ、それに付帯するようなこともね、に関して、お話をさせていただきたいと思います。ということで、今回も、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日12月5日ですね、12月5日というか、まあ、今日ですね、今日、この後、夜12時ぐらいでしたっけ、サッカーのね、ワールドカップありますね、日本が、ベスト8進出をかけて、クロアチアと対戦するということで、まあ、もしね、勝てば、大会史上初、日本ベスト8ということでね、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、どうしようかなって思ってるんですけどね、実は私、見たのがですね、クロアチア戦じゃ、コスタリカ戦だけなんですよね。ドイツ戦とね、スペイン戦は見てなくて、クロアチア戦だ、コスタリカ戦だけ見たんですね。なんでね、まあ、正直見ない方がいいのかなっていう気もするんですけど、まあ、多分見ます。寝落ちしない限りは。はい、ということでね、まあ、皆さんも、明日お仕事とかね、学校の方が多いかと思いますけど、頑張って応援しましょう。はい。ということで、まずね、この12月5日、タイにとって12月5日っていうのはね、とても大切な日でございます。はい。この12月5日というのは、前の、国王陛下ですね、ラーマ9世を、プミポン国王の誕生日でございました。ということでね、タイでは、まあ、この12月5日には、式典がね、行われてました。あ、今も行われてんのかな？あ、今も多分ね、やってると思います、式典は。はい。まあ、ただね、昔、当時は、国王誕生日ということでね、式典が行われてたんですね。で、ちょっと後ですね、写真貼っときますけど、まあ、私もね、バンコクにいるときはね、毎年行ってました。そのね、式典に、ね、写真、結構ね、レア写真じゃないかと思うんですよね。知らなかったんですけど、普通の人は入れないらしいんですよ。私はなぜか入れてもらえたんですけどね、入れてもらえて、すごい前の方にいたんですよ。壇上がありまして、その壇の上はね、総理大臣はじめ、各大臣がね、壇上にいるんですね。で、その壇の下の一番前には、王室警護の兵隊。日本だと、なんだっけ、近衛兵とか、いうのかな。まあ、そういう、に当たる、兵隊の人たちが一番前にいるんですね。で、私はそのすぐ後ろにいたんです。なので、陸海空軍の人たちとか、まあ、各省庁の人たちは私よりね、後ろにいたんですよ、その式典の時、いつも。で、そんなところで、撮った写真なので、まあ、多分、外国人はそんなところで誰も写真撮ってないと思うんで、かなりね、レア写真じゃないかなと思います。で、動画も撮ったんですよね。その式典の時にずっと動画ね、撮ってるわけにもいかないんでね、し、まあ当時、そんな YouTube とかに動画も投稿しなかったんでね、ほとんど撮ってないんですけども、国王さんか、何かを歌った時に動画を撮ったんですよね。その動画が、ちょっとどこにあるのかわからないので、ちょっと見つけたらくっつけときたいと思うんですけども、ちょっと今のところね、分かんないんで、まあ、とりあえず写真は貼っときますね。はい。で、そのタイにいるときは、
まあ、毎年、そのね、式典に行ってました。で、日本でも、まあ、必ず毎年ね、式典というかパーティーとかね、やってましたね。まあ、東京では、東京じゃないよ、在日本大使館かな。で、大阪では、在大阪総領事館の主催でやってました。なので、まあ、私もね、まあ、その時は、日本にいる時はね、まあ、そちらの式典というかパーティーの方にも、まあ、何回か、参加はさせていただいたんですけども。で、去年は、なんかやってたんですよ。で、やってたんですけど、そのね、日本人とかは別に招待も全くされず、まあ、政府の、まあ、こちらに出向じゃない、駐在、してる、人たちね。特命全権大使以下、まあ、政府で来てる人たちが、まあ、制服を着て何かの式典をやってました。私もちょっとね、内容はよくわかんないです。写真でしか見てないんでね。はい。なんで、以前とまあ全然違う形で、まあ、何らかの儀式をね、されてました。なので、今年もね、多分同じような式典、感じでやるんじゃないかと思いますので、まあ、私は、ちょっとこう確認してないですけど、まあ行かないし、呼ばれるでもないですよね。呼ばれてもないし行かないですけど、はい。まあ、現在はね、まあそういう形になってます。で、もうね、私ね、すごいびっくりしたんですけどもね、国王陛下が亡くなられて、この12月5日っていうのは、タイでは父の日になったんですね。父の日という祝日かな、多分ね、祝日だと思います。父の日になったんですよ。で、まあ、タイにね、結構興味のある方は、ご存知の方も多いかと思いますけど、まあ、前々からね、この12月5日っていうのはね、父の日だったんですよ。ただ、以前はね、国王の誕生日だから、父の日だったんですね。国王の誕生日が12月5日。だから父の日は12月5日だったんですよ。でも今は違うんですよね。国王の誕生日っていうのは7月の28日なんですよ。で、父の日はね、12月5日なんですよね。前から変わらず。これがね、もう私はものすごい驚きました。ええー、って言われ。はい。それはね、どういうことかというと、つまり、今、国王は、国民の父じゃないっていうことですよね。国王の誕生日と父の日が別にあるってことは。これはね、ものすごい驚きましたね。もう100年以上前から、このラーマ5世の時代から、タイの国王は、タイの国民の父であるっていうね、まあそういう、枠組みというか体制というかね、そういう形でずっとあったのが、いつの間にかしれっと国王は国民の地じゃなくなったんですよ。多分ね、宣言とかしてないですよね。そんな、いや、これからタイ国王はタイ国民の父じゃありませんよ、なんていうね。そんな宣言は多分してないんじゃないかと思うんですけど、いつの間にかタイ国はタイ国民の父じゃなくなったんですね。もうそれがね、ものすごいびっくりですよ。まあ、かといってね、今は別にね、あれじゃないですか、日本と同じ立憲君主制じゃないですか、タイっていうのはね。なんで別にタイ国王がタイの国を統治してるわけじゃないんで、タイ国王がタイ国民の父である必要は、まあ、全くなくなったんで、まあ、別にいいんですけども、国民の父じゃなくてもね。まあ、ただね、もう100年以上、国王は国民の父であるっていう体制でずっと来たのが、なんか知らぬ間に変わってたというね。もうこれはね、もうちょっとびっくりしました。はい。ということでね、まあこれがね、今日12月5日っていうのも、まあタイにとってもまあそういう日でございます。はい。多分、タイでは皆さん、今日は黄色いね、何か、わーわーわー、わい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 やね、やってるんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、
はい、次のね、話題ですね。先ほどですね、私ね、このね、ビデオカメラ買ってきたんですよ。先日、タイに旅行に行った際に、パソコンとビデオカメラ壊れました。で、パソコンはなぜか幸いなことに治ったんですね。治ったというか壊れてなかったというのかわかんないんですけど、まあ、とりあえず、動いてるんです、今の時点では。はい、なので、よかったんですけど、ビデオカメラがですね、で、ビデオカメラは修理に出しました。修理出して、先日ね、返事が来たんですね。修理センターの方から。そうしたら、腐食してますので、まあ、腐食、まあ、要は濡れたっていうことなんでしょうけど、腐食してますので、もうこれはね、保証の対象外ですって言われました。なんか保証延長とかもしてたんですよ。してて、まあ、まだ全然期間内だったんですけど、まあ、対象外ですということになりまして、では、それいくらかかりますかって言ったらね、5万何千かかかるって言われて、5万何千かって言ったら、新しいの買えるじゃんって。ということで、そのね、前の頑張ってくれたカメラは、結局、直さずに、新しく、買うことにしました。はい。で、まあ前、これね、ものすごい高かったんです。まあ、10万円ぐらいするんですよね。むっちゃ痛い出費ですよ。まあ、5万円どころかね、その壊れたために10万円も出費してしまいました。で、4K なんですね。4K にしました。前のやつは、実はね、これソニーのやつなんですけどね、同じこのね、ソニーのこの、こういうタイプの 4K じゃないやつを買ってたんですよ。で、まあ別にね、私 4K にはこだわらないんですけど、もちろん 4K の方がね、全然画像は綺麗だと思うんですけど、そんな私ね、画像が、綺麗だからって皆さんが、ね、おーって思うような、動画をね、撮ってるわけじゃないじゃないですか。なんで別に 4K でなくてもよかったのですが、まあ、ただね、この壊れたからってね、その前のビデオカメラの同じ型のやつが、やっぱ5万何千円かだったんですよ。で、壊れて、もう保証も期間内なのに、保証聞かずに、同じ金払ってもう一台買うのもね、なんか嫌じゃないですか。かといってね、その前のやつよりもね、質を落とすのも嫌だし、ということで、上のやつにしました。まあ、上のやつにしとけばね、まだね、買い替えたということでね、まあまだ納得できるぐらいかなと思いましてね、まあ、ちょっと痛いですけどね、このね、4K っていうのにしました。なのでね、まあ、次からタイに行くときはね、これを使うはずです。はい。で、このね、注意していただくことがね、まあ、皆さんにぜひお伝えしたいことがあるんですけどね、そのね、腐食、まあ、要は濡れたっていうことなんですね。で、実はね、私、2年ぐらい前にもね、1回やったんですよ。で、その時に、やっぱり、水に濡れてるということで、まあ、これはね、保証の対象外ですよ、ってね、いうことでね、その時、2万数千円ぐらいだったんですよね。で、今回はなんでかわかんないですけど、なんか4点ぐらい変えなきゃいけないから5万何千円ですよ、とか言われて。で、前回も結局、濡れたの保証の対象外なんで、まあ、お金払ってね、直してるんですね。で、その時も別に思いっきりかかったわけじゃないんですよ。多分ですけどね、リュックの中に入れて後ろに背負ってたんですよね。で、雨の日に帰った時に、まあ多分、この雨がかかって中まで、この水がね、濡れ浸透して、それで、まあカメラにも行っちゃったんじゃないかなと思うんですけども、なんでその時も別にガチャってカメラにかかったわけじゃないんですね。まあそれでも結局2万数千をね、出費することになっちゃったんですよ。なので、気をつけていったつもりなんですよね。
まあ、もちろん海辺とかでもガンガン撮ってましたけど、船の上とかでもね。まあ、ただね、まあ、かかってるとか絶対しないようにとかね、してたつもりだったんですけども、わかんない。湿気でやられたのかわかんないんですけどね。まあ、結局、またダメということで、なので、まあ、これメーカーによって違うのかもしれないですけど、まあ、少なくともね、このソニーのね、これは相当水に弱いみたいなので、使用されてる方はね、もう十分取り扱いに 気をつけていただきたいと思います。はい。ともう一つね、まあ、今回持ってきました。まあ、これヤマダ電機さんでね、シール貼ってありますけど、買ったんですね。まあ、前回のやつもね、ヤマダ電機さんで買ったんでね。で、ヤマダ電機さんね、修理持ってったんですよ。修理持ってったら、まあ、説明するじゃないですか。こう言って、壊れて、こういう状態になったんですけど、って。そうしたら、外国で使った場合は、保証対象外って言うんですよ。外国って普通使うと思いません？ビデオカメラを自分で持ってる人が、もう自分でビデオカメラ持ってて、旅行好きな人が、海外旅行に行ったら海外にビデオカメラって使いますよね、普通は。俺はビデオカメラ持ってるけど、旅行先ではビデオは撮らねえから、ビデオカメラも持ってかねえっていう人はかなり少数派だと思うんですよ。旅行好きでビデオカメラ持ってる人がね、海外旅行行ったら当然ビデオカメラ持ってって、海外でね、撮影すると思うんですよね。だけど、海外旅行で誇張した時は対象外だって言うんですよ。もちろん、その原因が、経年劣化とか、その海外で使ったことに起因する原因でなければ、まあ対象になるみたいなんですけど、保証外って言うんですよね。まあ、それ会社によって違うのかもしれないですけど、まあその辺はね、ちょっとね、気をつけた方がいいですよ。もう私もそんな、いちいちね、保証書なんとか読んでないし、こうカメラ240ボルトかなんかまで対応なんですよ。で、240ボルトまでね、対応のやつでね、っていうのは当然、外国で使うことを前提としてね、作られてるわけじゃないですか。それが、ここにあった100からね、240なんですね。それが外国で使ったから保証対象外なんてね、考えてもなかったんでね、まあ、本当に、皆さんね、ちょっと一度、よく確認などして、使われた方がいいと思います。はい。で、まあ、あとね、カメラとは関係ないんですけどね。今ですね、私、昨日、今日とね、ホテル泊まってるんですよ。で、ホテル泊まってて、このね、GoTo のね、3000円のクーポンをね、2泊してるんでね、2枚もらいました。2枚もらって、このね、ビデオカメラの支配人使ったんですけども、このね、なんと、2泊もらったので、2泊してるので、2泊かける、3000円、6000円もらえるじゃないですか。で、6000円もらってるんですけど、私はね、てっきりね、昨日チェックインした時に、6000分もらえると思ったんですよね。そうしたら、昨日チェックインした時にね、1枚しかもらえなかったんですよ。これね、これ12月3000、12月5日まで、12月5日の23時59分までって書いてありますよね。これが1枚と、で、今日の朝になって、もう1枚。12月6日までの23時59分までって書いてます。これをね、もらったんですね。これ県によってね、まあ、全然、違うかもしれませんけど、前のね、GoTo は全国、まあ、全部一緒だったじゃないですか。もう今回全然違うのでね、この愛知県の場合は3000ならこの3000の、券を1枚くれます。まあ、これ1円ずつ使えるので、なんですけども、まあ、先週岡山に泊まった時はね、岡山はその前の GoTo の時と同じように、1000円券を3枚くれましたのでね、まあ、県によって全然違うと思うんですけど、とりあえず愛知県の場合はね、
これ1日1日しかくれないんですね。で、宿泊費と宿泊費の翌日なので、まあ2泊した場合は、ここのね、真ん中の日、まあ、つまり私の場合、今日ですね、今日だけは6000円一気に使えるんですけども、例えば昨日とか明日だったら3000円しか使えないわけなんですよ。なんでね、これね、例えば3泊してた場合に、3泊してると、まあ、全部平日だったら9000円もらえるわけじゃないですか。で、あ、9000円ね、これもクーポンもらえるからあそこで使おうとかね、考えてる方いらっしゃるかもしれないですけど、ひょっとしたらそれ使えないかもしれませんのでね、愛知県の場合だと9000円っていうのは絶対使えないんですよ、1回に。はい。まあ、なので、もちろんね、そのチェックインした時に全部のやつをくれて、もらえる県もあるのかもしれないですけど、まあ、とりあえず愛知県はそうですし、もしかしたら他の県もそういうところあるかもしれませんのでね、お気をつけください。ちなみに申し込み書もね、同じの2枚書きました。はい。ということでございます。はい。でね、これがね、なんだっけ、この GoTo のね、お気をつけくださいということですね。で、まあ、あと、まあ、そんな、まあ、ちょっとどうでもいいような話ですけどね、まあ、先ほどね、あとね、今日ね、これ切符をね、2つもらってきました。これはね、来週じゃないわ、もう今週か。ですね、東京でですね、バレーボールの天皇杯、皇后杯という大会があります。で、V リーグのね、一部のチームっていうのは全部出場するので、まあ、つまり、タイ人選手がね、4人出場するんですよ。まあ、なのでね、まあ、それをちょっと応援に行こうかなと思って、まあ、その時のね、切符ですね、をもらってきました。で、まあ、その時には、ちょっとね、お披露目、これのデビュー戦ですね。はい、デビュー戦なので、少しはね、画像も良くなってるんじゃないかと思います。どのぐらい良くなるのか分かんないですけど、まあ、とりあえずね、これのデビュー戦ですね。はい。で、あとこれはね、タイと全然関係ないですけど、伊勢神宮のね、こう近鉄の割引切符です。まあ、私、正月日本にいるときはもう必ずね、年が明けたら地元のお宮さんにまず初詣行って、朝になったら電車に乗って名古屋に行って、熱田神宮にお参りをして、まあ、そのままその足で伊勢神宮お参りするを毎年やってるんでね、まあそれの切符、それ用の切符買ってきました。まあ、とりあえずね、今のところ決まってる旅行予定はそれだけですね。まああとはタイの予約が2月に入ってますけど、まあ、それはね、多分ね、使わないと思います。変更すると思います。なので、またいつ行くかは分かりません。またね、決まったら、まあ、機会があればね、お知らせしたいと思います。はい。ということで、本日、12月5日のについてのお話でございました。ご覧いただきましてありがとうございました。ごくまた。スワディーカー。